ただいま入っているお仕事ですが、依頼人はあなた方をご指名です。指名？なんだか緊張するな。どんな仕事なんだ？ご安心ください。危険な仕事ではございません。お二人もご存知かと思いますが、もうすぐ稲妻では高価姿の彩り祭という、おお、お祭り。そういえばオイラたちまだ稲妻のお祭りには参加したことがなかったな。この祭典はシャブ行と八重巫女様によって取り仕切られています。そして今回あなた方に依頼なさったのも他でもない八重様なのです。巫女はヘンテコリンなアイディアをたくさん持ってるから、きっと面白い祭りになるだろうな。鳴神大社に行ってどんな依頼か確認してこようぜ。それほど遠くまで行く必要はありません。八重様なら今花見坂の八重堂にいらっしゃいます。あなた方、そうだったのか。じゃあ早速行こうぜ。浮世の風景、幾千年も変わらない星と深淵を目指せ。ようこそ。新たに黒田、そちらの状況はどうじゃ？ご報告いたします。八重堂の書籍並びに個人の委託による印刷物。うむ、悪くない。天井屋とセーリングブリーズから連絡があった。ライデン将軍に転生したら天下無敵になった。お願い、私の。よかろう。小野寺はどうじゃ？おのでら。あ、は、はい。ご報告いたします。新刊即売会の準備はすべて予定通り進行中です。おのでら、こたびの即売会の企画は何時が立てたもの。言い換えれば何時はわらわたちの大将なんじゃ。心配せずとも、この企画は必ず成功する。わらわのお墨付きじゃ。そうじゃな。特別に2日間の休暇をやろう。この機にしっかりと休むがよい。即売。八重様、ありがとうございます。さて、皆やるべきことがいっぱいじゃ。時間は待ってはくれぬぞ。すぐに取り掛かるがよいか。元気にしておったか、わっぱたち。その様子じゃと
すでにわらわの依頼を引き受けたようじゃな。おいおいミコ、もうすぐ祭りだってのに鳴神大社に戻らなくていいのか。あ、オイラたちを呼んだのってもしかして祭りの準備を丸投げするためなのか。しくしく、なんと嘆かわしいことか。わらわは祭りのためにこれだけ苦労しておるというのに、まるでサボっておるかのようなその言い草。わっぱよ、祭りが鳴神大社と関係しているなどと。いおい、そうじゃないのか。だって怖い稲妻だろ。確かにそうじゃの。じゃが鎖国令が解かれた今の稲妻はもう昔のような普遍を渇望する国ではなくなった。それゆえ従来のしきたりに基づいた伝統的な祭りではなく、一味違ったものにしようとシャブ行と共に決めたんじゃ。稲妻の風格を保ちつつ国際的な文化振興の会をどうやら姿の彩り祭の由緒から説明しなければ。伝説によると古代の稲妻にはかつて鹿の達者な5人の歌人がいたそうじゃ。毎年彼らは五歌仙の中から一人を派遣して五人で作って編纂した歌集を将軍に献上しておったんじゃ。彼らのおかげで稲妻の文化も当時はとても栄えていたんじゃ。後に人々は彼らを題材に様々な様式で五歌仙の物語を作った。やっぱり文化的な色がすごく濃いお祭りだったんだな。うむ、古い言葉で言うなら風雅というものじゃな。しかし残念ながら、じゃから今回は姿の彩り祭の復興に向け娯楽小説の創作を中心とした文化コップ。え、ちょっと待て、娯楽小説。そんな信じられぬというような目で見るでない。古く鹿は流行の媒体じゃった。その流行は今や娯楽小説となっておる。重要なのは形式ではなく創作であることなんじゃ。過去ばかりを気にして形式や内容にこだわっていてはよ。それに今を大切にするという観念は今の稲妻にぴったりじゃ。これを機に娯楽小説を通してデイワットに稲妻を再認識してもらうこともできて一石二鳥じゃ。うわ、危なかったぞ。お前が注意してくれなかったら、おっかん、オイラたちを騙そうったってそうはいかないぞ。わらわの趣味でもあることは否定せんがの。じゃが小説でも祭りでも新たな着想で大衆の興味を引く。どうじゃ、姿の彩り祭でどんな面白いものが見られるのか。気になる。それならわらわについてくるんじゃな。離島の会場へ行けば目新しいもの。それにあそこには今回の任務について説明してくれるもの。姿の彩り祭が開かれる間、音楽観察一帯は娯楽小説の主な多数の商業作品や同人作品が頒布されるだけでなく、限定特典や抽選会、新刊即売会といった万国商会の前にあるこの小さな広場は祭りの期間中五歌仙広場と呼ばれる。近くの店舗に、おー、なんていうか随分と変わった祭りっていうか。あれ、ミコ、広場の中心にある真っ白。うむ、それは八重様から頼りになる助っ人が来てくださると伺っていましたが、やはりあなた方でしたか。旅人さん、パイモンさん、お久しぶりですね。ありがとう。今回
回の姿の彩り祭にはアヤトも直々に出るのか。祭りの準備はシャブ業の義務なのです。それに八重様ご自身が姿の彩り祭のために心血を注いで。アヤト、わらわたちの中じゃそんなにかしこまるでない。今ちょうどここの展示板について話しておったところじゃ。これはわっぱたちの任務とも関係がある。すでにお二方は姿の彩り祭が五河川の伝説に基づいたものであるとお聞きになったことでしょう。この姿の彩り祭は稲妻の鎖国令が解除されて以来初の大型祭典となります。ですからシャブ業では他国の文化人を何名か稲妻にご招待しました。例えばこちらの肖像画についてははるばるモンドから画家をお招き、客人方の稲妻における食事や宿泊の手配は我々シャブ業がお手伝いします。しかそんな時稲妻に詳しくテイワットの他国にも通じる方に案内をお願いできれば。はい、お二方には港口から客人を万国紹介まで招いていただき彼らの希望に沿った手助けをして差し上げてほしいのです。客人方の乗る船の詳しい情報についてはこの到着時刻表に記載されています。ここに載っている。さてもうこんな時間じゃ。わらわは編集たちとの会議があるゆえ祭り期間中八重堂の編集はほとんどが音楽観察の近くにおる。何か用事があれば直接尋ねるがよい。今回の祭りは三部業共同でことにあたっており対処しなければならないことが山積みなのです。アヤトがくれた時刻表に船の詳しい情報が載ってるみたいだぞ。よく確認して時間になったらお客さんたちを迎えに行こうぜ。到着時刻表によると今日はモンドから船が一隻やって。五河川を描く画家も乗ってるはずだ。そろそろ時間だな。鳩場まで行こうぜ。ええ、私たちはみんなモンドから来た吟遊詩人よ。近頃の稲妻は大きく変わったらしいから何か鹿のインスピレーションが得られるといいんだけど。このお客さんたちってみんな吟遊詩人なんだろ。おかしいな。吟遊野郎はモンドじゃ有名なはずだ。おい、なんでだ。あ、そっか、オイラも分かったぞ。吟遊野郎はもうモンドの管理者じゃ。もし祭りがあるって聞いたからっていそいそと稲妻に来たりなんかしたら大人げないっていうか。栄誉騎士のお姉ちゃん、ハイモンちゃん。あ、クレイ、お前も
たのはアルペドお兄ちゃんだよ。でも最近騎士団のみんなはとっても忙しいから、アルベドお兄ちゃんがここの人に頼んでクレイの家族通行証を用意してくれたな。やあ旅人にパイモン。稲妻で姿の彩り祭が開かれると聞いて君たちに会えるかもしれないと思っていたよ。五花仙の肖像画を描く人ってアルベドだったのか。どうやらもう絵のことは知っているみたいだね。だけど僕のここでのペンネームはハクアだよ。そうだ、万国商会はどこか知っているかい？後で八重堂の編集主任とそこで会う約束なんだ。万国商会はお前たちが離島で泊まる場所だぞ。それはよかった。じゃあ早速案内してくれるかい？あんまり走るんじゃない。だれ、はあ、道中クレイに稲妻の物語を話したのがまずかったか。そのせいでクレイはほとんど睡眠をとっていなくてね。その上ここに着いてからも元気が、ふん、平山主任がまだ来ていないようだ。僕より早く着くと言っていたのに困ったな。実は編集主任と会う約束をしたのは五花仙の詳細資料を渡してもらうためなんだ。資料がなければ絵の構想もうまくできないからね。稲妻に来るまで自分が何を描くのか知らなかったのか？僕が知っていたのは五花仙という名前だけなんだ。五花仙はとても古い人たちだから現在まで伝わっている内容がほとんどなくてね。だから僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだ。だから彼がまとめた資料を受け取る日を今日まで先延ばしにすることに通した。その絵っていつまでに完成させなきゃいけないんだ？肖像画は祭りのいくつかの段階で一枚ずつ公開していく計画らしい。一つ目の水光像はあさっての姿の彩り祭正式開幕より前に完成。あさって？それって時間的に厳しくないか？別にそうでもないさ。娯楽小説の挿絵を描いた時なんて原稿を船で送らないといけなかったから今よりよっぽど厳しい状況だった。先月なんか珍収集兼録最新刊の姿の彩り祭先行販売に間に合わせるために最終章の挿絵は原稿をもらったその日のうちに完成さ、その挿絵は稲妻に着くや否や印刷されたらしい。だから僕は未だに完お前の創作環境に同情するべきなのか、それともお前が天才だって褒め。もちろん可能なら僕もできる限り早く資料を手に入れたい。そうすればより良い準備ができるからね。おう、ここ数日は八重堂の編集者たちは音楽観察のあたりにいるんだったよな。編集主任もそこにいるかもしれないぜ。アルベド、お前をそこに連れて行ってやるよ。わかった。クレイ、君はもう長いこと寝ていないからここに残って休んでおいで。僕たちは用事が終わったら帰ってくるから。うん、わかった、アルベドお兄ちゃん。まったく、こんな時だっていうのに。小野寺ったら。後で黒田さんと稲妻城に戻り至急増刷しましょう。だけどこの小説は需要が高いから増刷しても足りるかどうか。でも今日のうちに発覚したのが不幸中の幸いね。あと何日か遅れてたら。ねえ、倉庫にいた怪しいやつ、あいつの仕業だと思う？そのことを調べるためすでに主任が向かっています。なんだ、何か起きたのか？
新たビビト、気にしないで。うちうちの問題だから。何か用事でも？平山編集主任を探しているんだが、どこにいるか知っているかい？主任なら港口の倉庫に。村田さん、お待ちを。失礼ですが、もしかして五花仙肖像画を描きにいらした？いかにも。僕が。私は黒田と申します。お見受けしたところ、五花仙の資料について。お、申し訳ございません。今しばらく万国商会でお休みになってお待ちいただけますでしょうか？別にそんなことしなくてもいいぞ。なんだか忙しそうだし、オイラたちで探しに行くぜ。それは。もしかして陳州集権録の最新刊に何か問題が起きたのかい？どうしてそのことを？君たちは編集主任が僕に渡す資料について知っていた。つまり編集主任は約束を忘れていたわけではなく、だけど君たちは僕を白亜だと知りながら編集主任には会わせたくないようだ。どう考えても僕が挿絵を担当した陳州集権録に何かが起こったとしか考えられない。はい、恥ずかしながら確かにおっしゃる通りです。はか、本日の朝方、港口の姿の彩り祭倉庫に怪しい外国人がいるとの情報を受け、天領奉行が駆け、天領奉行は貨物窃盗の恐れがあると倉庫を借りていた全ての方々に連絡しました。そして結果。全部なくなってたのか？しー、お静かに。この小説は姿の彩り祭の最終段階で鳥として先行販売される予定で、しかも作者の陳。深刻な事態だから主任はすぐに倉庫に駆けつけたわ。今せ。なるほど。確かに陳州集権録が予定通りに発売できないのはとても残念だね。編集主任は港口の倉庫に向かったと言ったね。僕もそこ。そういえば陳州集権録の作者陳玉って行く秋のことだよな。ん？彼を知っているのかい？もし自分の小説がなくなったって知ったら、きっと悲しむよな。うん。おい！おい！お前！なんでここに？天領奉行の公務を執行しているのだ。私がいるのは当然だろう。いや、サラのことじゃなくて！金融野郎、倉庫にいた怪しい外国人って、まさか、お前のことだったりしないよな？ごめんね。結果から見ると確かに僕のことみたい。そこの容疑者言ったはずだ。窃盗と密航の疑いが晴れるまで勝手に口を開くな。旅人パイモン、お前たちはこの自称銀融詩人のモンド人を知っているのか？サラ、オイラたちが知る限りこいつは多分窃盗と関係ないと思うぞ。この者は姿の彩り祭の客人であると自称しているが、招待状を持っていないんだ。故に我々は密航を疑っている。何しろこの者を見つけた場所はセーリングブリーズのダンディライオン種を保管している貨物の中だったからな。事件解決に有益なことであれば別に構わない。銀融野郎、お前まさか本当に密航してきたのか？久しぶりの再会なのに、会って早々疑いの眼差しを向けられるなんて。ああ、前に君たちも同じような方法で稲妻に着いたって聞いたから、てっきり分かり合えると思ってたのに。同じような方法？
冗談さ。安心してよ。僕に招待状を送ってくれたのはシャブ業の神里綾人。こんな情報を知っている人が密航者である可能性は低いでしょ。でもだったらなんで吟遊詩人たちの船に乗ってなかったんだ。もちろん招待状をもらってから早く稲妻に着きたかったんだ。ちょうどダンディライオン氏を運ぶ貨物船に出くわして彼らと一緒に出発したんだ。船長とすごく気が合っちゃって途中で美味しいお酒をたくさんおごってもらったんだよ。多分だけどダンディライオン氏と稲妻のお酒を飲み比べているうちに貨物の中で寝ちゃったのかもね。それで目が覚めたらこの倉庫にいたってわけで、そこの天領奉行の大将さんが虎視眈々。確かに吟遊野郎の言ったことは真実味があるけど。すみません、私は被害に遭った八重堂の者なのですが、いくつかお聞きしてもよろしいですか。先ほどあなたはずっとこの倉庫にいたとおっしゃいましたよね。でしたら何か怪しげなものと聞きませんでしたか。そういえば確かに周りで足音がしてたような気が。音がしたのに変だと思わなかったのですか。ふん、なるほど。アルベド、何か分かったのか。窃盗と聞けば鍵をこじ開けたり物を荒探ししたりする行為を連想するはずだ。それにここは倉庫だから毎日大量の貨物が出入りしている。足音が聞こえるのも至って自然なことだ。つまり紛失の件は手がかりなしということでしょうか。いや、そうとは限らない。さっきの事実から少なくとも3つの結論を出すことができる。1つ、小説を盗んだのは気まぐれな盗賊ではなく、初めからそれらを盗もうと企んでいたもの。2つ、犯人は倉庫に非常に詳しく鍵を。さすがだね。小説はとても重いから単独犯が短い時間で運ぶのは難しい。きっと仲間がいるだろう。ウェンティは明らかに犯人の特徴と異なる。うむ、その推論に賛成しよう。平山編集主任、天領奉行は引き続き倉庫の関係者を調査する。もし何か手がかりを手に入れたらすぐに。はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ僕もこれで。待て、確かに窃盗の疑いは晴れたが、合法的な手段で稲妻に入国したかどうかの結論は出ていない。あちゃー、残念。さっきみたいにごまかせると思ったのにな。サラはすごく厳しいからな。吟遊野郎、招待状はあるのか。えへ、ごめん、どこにあるのか思い出せないや。どう考えても大事なものなのに。大事なものだということはもちろん知っているさ。だからずっと手に持ってたんだ。僕は荷物も持ってないし、ポケットにも入らないからね。おかしいなあ、確かに飲みすぎてたけどちゃんとしまった記憶があるんだよね。その時は自分の思いついたアイデアに満足していたほどだったんだよ。ずっと手に持ってたのに、なんでまたしまおうとしたんだ。僕はすごく真剣にモンドのお酒と稲妻のお酒を飲み比べていたんだよ。つまり招待状を手で持つことはできない。それに忘れてしまってもいけないから適当な場所にも置けない。どうやらあそこしかないね。君も気づいているんだろ。おい、お前たち二人とも招待状がどこにあるのか分かったの。あ、そうだった、さすが君だね。確かにシャブ業が送った招待状だ。客人の身分についてこれ以上疑う余地はない。しかし今晩からは万国商会に滞在していただけると助かる。では私はこれで先に失礼させてもらう。あら、行っちゃったな。オイラたちも平山編集主任に資料をもらいに行こうぜ。平山編集主任、僕が今日会う約束をしていた白亜だ。おお、白亜先生でしたか。稲妻にいらしたばかりなのにこのようなことになってしまい
本当に申し訳ありません。こちらが五河川の資料です。我々が探し出せた情報は全てここに載せてあります。どれ。うん、僕の予想通り水光や葵の大きなといった名前は五河川の本名ではなかった。五河川物語はここに至るまで数多く伝わってきた。しかし今となってはその具体的な内容の正確さを知ることは不可能で、ともかく五河川物語のほとんどが似たような形式で書かれていることが分かった。アルベド、その情報って絵を描くのにも役立つもん。確かにアイデアは得られたね。だけど一番重要なインスピレーションがまだ欠けていると認めざる。申し訳ございません。これらの資料は確かに詳細に欠けるものです。しかし今のですが、八重様はこのようにおっしゃっていました。五河川の伝説は千変万化ですので、白亜先生も心のままにご自身が面白いと思うものを書いてくださるだけでいい。確かにニコが言いそうなことだな。編集主任、心配しなくていい。絵のことは僕が何とかしよう。ありがとうございます。それでは白亜先生にお任せいたします。明日の朝、神州集見録の作者陳玉先生が船で稲妻に到着される予定なのです。小説が回収できるか否かにかかわらず、八重堂は最善を尽くして新刊即売会を成功させるつもりです。ありがとうございます。では私はこれで失礼いたします。どうやらここでやるべきことはもうないみたいだな。金融野郎、こんなところで何やってるんだ。置いてっちゃうぞ。旅人アルベド、こっちに来てくれるかい。金融野郎、これって何の紙なんだ。今朝僕が倉庫から目覚めた時、寝ていたウッドコンテナに落ちていたんだ。その時は元から落ちていた紙切れだと思ってあまり深くは考えなかった。でも今はこの紙に書かれた内容を君たちも詳しく読んでおくべきだと思うよ。どれどれ、水光編。この詩にある物語の内容はこんな感じだ。河川水光は酒に酔い、将軍へ届けるべき歌を盗まれてしまった。この物語、聞いたどころかまるでお前の昨日の体験じゃないか。すごく面白いと思わない。うん、僕もそう思うよ。この紙を残したのは犯人じゃないとしても、言ってもどうしてこんなことを。もし目撃者だったとして、なぜ窃盗行為を止めなかったんだろうか。まあまあ、今はそんなに深く考えない方がいいよ。みんな朝から忙しかったでしょ。せっかく稲妻で会えたんだし、これからどこかでパーッと飲もうよ。おいおい、酔いが覚めたばかりだっていうのに、ま、アルベドはまだ創作が残ってるんだぞ。前に構ってる時間はないんだ。いや、問題ない。一緒に一杯飲みに行こう。おい、絵はいいのかよ。前にも言っただろ、僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだって。それにモデルを作品に取り入れるにはそれ相応の報酬を支払う必要があるからね。だったら美味しいおつまみも頼んじゃおうかな。ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水光は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき酔いし水光ににじり寄るはある影なりけり。さすがアルベド、姿の彩り祭の開幕前に一枚目を間に合わせるなんてな。うん、僕もすごくいいと思うよ。稲妻のスタイルで描かれていながら
現代人の美的センスも兼ね備えている。特にキャンバスの中の僕、熟睡しているにもかかわらず、なんて優雅な姿なんだ。おいおい吟遊野郎、あまり調子に乗るなよ。オンアルベド、次は何を書くんだ？次は五花仙の葵の大きなだ。アルベド、その絵を描くのは少し待ってからにしない？もしかしたら似たようなものがまた見られるかもしれないよ。似たようなもの？他の五花仙物語が書かれた紙切れということだろう。資料によると流通している五花仙物語は全部で4編らしい。お前たちはあの紙切れを残した謎の人物がまた現れるって言いたいのか？その可能性はある。それに五花仙物語自体にも興味深いことがあるんだ。例えば花仙は5人いるのに、かつて流通した物語は全て4編で1つのシリーズだったこと。ほとんど全ての物語において黒主の独立した小説がないんだよ。それについては僕もちょっと気になるな。でもモンドには風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせるっていう古いことわざがあるだろう。今はゆっくり待とうよ。浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。オイラたちが迎えなきゃいけないリーユへの船がもうそろそろ来るみたいだな。波止場に行こうぜ。行く秋も船に乗ってるのを忘れるなよ。小説をなくしたことうっかり言わないように気をつけるんだぞ。稲妻の姿の彩り祭に参加しに来たんだよな。あれ、オイラの気のせいか？気のせいじゃありません。私は飛雲商会の阿曲です。以前機関機関の発明者が飛雲商会まで投資の話を持ちかけてきたんです。旦那様は興味を示さなかったのですが、聞いたところによると姿の彩り祭でも機関機関の展示とお試しがあるそうで、旦那様から坊ちゃまと一緒に稲妻でこの製品の将来性を確認してきてほしいと頼まれたのです。じゃあその坊ちゃまはどこにいるんだ？坊ちゃまはなあ、ゆくあきが座ったまま寝てるぞ。おや、旅人にパイモン、君たちも稲妻を訪れてきたのかい？どうやら僕たち本当に縁があるようだね。オイラたちは客じゃなくて姿の彩り祭のガイドだぞ。問題ないよ。船の上で小説を読むのに夢中になってしまってね、気がついたら夜が明けていただけだ。そうだ、島に上陸したら勘定奉行に招待状を見せなければならないんだろう。先に招待状を取り出しておこう。ん？これは僕の荷物の下に紙がある。おかしいな、さっきまではなかったはずだけど。オイラたちに見せてくれ。間違いない、この前手に入れた物語のシリーズだ。
文字の筆跡まで全く同じだぞ。この前手に入れた物語、港口の層、オイラたちの友達が離島で姿の彩り祭のためにお河川の肖像画を描くんだけど、肝心なお河川の物語がいろんな場所に隠されちゃってるんだ。その物語を見つけてそいつに渡せばモデルとして絵の中に描いてもらえるかもしれない。待てよ、それって、でもこの一瞬で他に思いつかなかったんだ。それってまさか白亜先生に会えるということかい？本当かい？それはよかった。実は以前から白亜先生が姿の彩り祭に参加することを知っていてね、帰還期間の投資価値を見極めるという名目で、だけどそれからすぐに白亜先生が祭り期間中に五河川の肖像画を描かなければならないと聞いた。せっかく白亜先生と稲妻へ来ることができたのに会う機会すらないなんて、そう思ってしばらくの間ずっと落ち込んでいたんだ。安心しろ、ゆくあき。確かに白亜先生には仕事があるけど、友達にすら会えないほど時間がないわけじゃない。それにもうオイラたちも聞いてるぞ。君たちも知っていたのか。正直なところリーウェでは全く人気が出なかった僕の小説が稲妻で売れている理由、白亜先生は絵の腕もさることながら完成させる速度も凄まじい。最新章の挿絵はわずか数時間で描いたそうだよ。僕の見解だが、あの挿絵には迷いが一切なく実に精巧なものだった。おっと、話に夢中で時間を忘れてしまったね。早く行こう。はあ、アルベドのおかげで翌秋の注意をそらせたな。気づかれなくて済んだぜ。やあ、旅人にパイモン。ん？隣の方は？白亜先生とお見受けいたします。お会いできて光栄です。僕は、陳州集権録の作者、陳。いえ、お会いできたのに、筆名で呼ばせるのは失礼でしたね。僕のことは、行く秋と呼んでください。なら、君も僕をアルベドと呼ぶといい。いえ、そんなわけには。どうしていけないんだい？お互い旅人の友達なんだし、本名で呼び合う方が手間も省けるはずだ。それに僕たちはこれまでにも交流があっただろう。そこまでかしこまられるとかえって慣れないよ。アルベドだけじゃないぞ。オイラたちもこんなに慌てた行く秋を見たのは初めてだ。まったく、君たち二人まで機械とばかりに僕をからかわないでくれ。そうだ、先ほど不当で創作大作戦の物語を見つけたんだ。聞けば君はそれを収集しているんだってね。創作大作戦？ほら、五河川物語が書かれた紙切れを探すあのイベントのことだ。前に銀融野郎が一枚見つけてモデルとしてお前の絵に採用されただろう。ん？ああ、そう、そうだったね。物語は大体把握したよ。ありがとう。おだ、それならよかった。だけどこの物語、全く筋が通っていないように見える。もしみんな時間があるなら、どこかで食事でもしながら話そうか。それは。あ、ゆくあきは何か用事があるのか？
いや、なんでもない。食事といえば志村屋のうな茶漬けがとても美味しいんだ。志村屋か。だけど今日は風が強いからね。雨遊亭でもいいかい？ああ、僕は荷物を置いてくるから後で雨遊亭で会おう。ふん、やはり辻褄が合わない。そんな、オイラ結構うまくやれたと思ったんだけど。いや、パイモン、君のことじゃない。行く明けが怪しい？パイモン、この詩は君もさっき読んだだろ。行く明けからすれば筋の通っていないものだけど。合わせて読む？どれど、水光は酔っ払って眠ったせいで葵の翁の歌をなくした。葵の翁は自身のその歌を謎の、これってまさか今日の物語は新収集権録の新刊を盗んだ犯人が行く明け本人だって言ってるのか？そんなはずないだろう。だって行く明けは今朝稲妻に着いたばかりなんだよな。実はそれも疑わしい点なんだ。行く明けがついさっき稲妻に到着したのなら、なぜ志村屋のお茶漬けの味を知っていたんだい？それに僕が風が強いことを理由に場所を変えたとき、彼は何の疑問も抱かなかった。まるで志村屋が屋台であることを知っていたかのようにね。それってつまり、本当はもっと前に行く明けは稲妻に到着してたのに。ああ、僕はそう考えている。でも行く明けが犯人なわけないよな。行く明けの夢は異教心ある人になることなんだ。落ち着くんだ、パイモン。僕は行く明けと初めて会ったが、以前から手紙で交流していたからね。きっと事情があるんだろう。この物語にもあったが、葵の翁が歌を持って行ったのは行く明け。もしかして危険な目に遭ったんじゃ。今はまだわからない。だけど幽亭は屋内席のみの料亭だから、怪しい者の尾行や盗み聞きはすぐに見つけられるはずだ。真相を明らかにするためにも店では僕の話に合わせてくれ。とりあえず雨遊亭へ向かおう。周囲に怪しい人物は見当たらないね。店の中で行く明けを待とうか。どうしよう、オイラすっごく緊張してきたぞ。まず行く明けが本当に他の人たちより早く現地入りしていたのかどうか確認しよう。もし彼が嘘をついている確たる証拠が見つか、彼が来ないうちにまずは店にいる客と話してみるのはどうかな。姿の彩り剤の最終段階で行われる新刊即売会、僕が一番楽しみなのは、はあ、なんといっても先行販売限定のサイン本は、以前も陳玉先生のサインを見たことがあるけど、とても整った字で、まあ、即売会当日は先生も現地にいらっしゃるみたいだから、その時にお姿を拝見できるはずだ。はあ、
オイラの聞き間違いじゃないよな。ゆくあきが新刊にサインする上に字がとても整ってる。お客さん、注文はどうしやす？大将、今日のおすすめ料理は何だ？そりゃあもちろん、取り立ての海鮮さ。ずっと海じゃ大雨が降ってたから、漁船もほとんど出てなかった。だから今日のは全部、天気が好転した今日取ったばかりのもんだ。昨日までは海の天気が良くなかったのか？ああ、さっきもリーウェからのお客さんが、船が揺れて大変だったって言ってたよ。寝ること以外何もできなかったそうだ。なんだか役に立ちそうな情報が聞けたな。アルベド、後で何を話せばいいか考えはあるか？僕は小説と挿絵の創作についてゆくあきと話すつもりだよ。もし彼が本当に何かを隠しているなら、きっと僕たちよりも緊張しているはずだ。捜査…そういえば、ゆくあきが短い時間で全く迷いのない挿絵を完成させてくれたお前に感謝したいって言ってたぞ。本当にそう言っていたのかい？うん、それはまたとても価値のある情報だね。実に美味しかった。稲妻の料理は新鮮な海の幸が中心で、とても好みだ。ならよかったぜ。オイラたち、お前があまり眠れてないなら食欲もないんじゃないかって心配してたんだ。この機会に何か聞き出せないか。そうだな、旅の道中について聞いて。実は僕、こんな遠出をしたのは生まれて初めてなんだ。初めはワクワクしていたけど、会場にずっといるのはやはりつまらないね。そうだったのか。道中何か印象深かったこととかないのか？強いて言うなら船で読んだ小説かな。うん、価値のある情報は聞き出せなかったな。ところでゆくあき、旅の途中何の本を読んでたんだ？ああ、お願い、私の千古宮司という小説だよ。担当から送られてきたんだ。船で本を読むなんて船酔いしなかったのか？僕はコカハの技を得得しているから平気さ。でも確かに船酔いしていた人は少なくなかったね。特に疑わしいところはなかったな。実を言うと、海では毎日が同じ景色なんだ。これといった風景もないせいか、みんな到着を待ちくたびれていた。だから稲妻の近くまで来た時は、遠くにある陽光山の頂上を見て、みんな一斉に甲板に出ていたよ。ただ船が進むのがあまりにも遅いせいで、山頂が見えてから岸に着くまで丸一日かかったな。この話も疑わしくはないような。あ、そっか、岸に着くまで丸一日かかったんなら、山頂が見えた時海は大雨だったはずだよな。収穫はあったけど、もう少し証拠を集める必要があるね。ゆくあきと創作について話してみよう。小説を読むのは面白いが、書くとなるとそれはまた別の話だ。物語の構成、文章のテンポ、全てがある種の学問だからね。それに興味のあるものを創作するとはいえ、必ずしも満足のいくものを表現できるとは限らない。
それについては僕も著作、描画、錬金術の研究、どんな分野においても真剣に打ち込めば打ち込むほど本当に満ち足りていると思える瞬間。なんか二人で奥深い話をしてるけど。ところでアルベド、僕の小説の挿絵を描いてくれた君にずっと前から感謝したかったんだ。僕の小説はビーユエではあまり売れていなくてね。だから実を言うと、でも君の挿絵はいつもその章で一番重要な場面を選んでくれている。僕の表現したかったことが理解されているのを感じたよ。ありがとう。だけど今回の挿絵は少しリスクをはらんでいる。娯楽小説の挿絵はキャラクターを描くのが主流だけど、今回の最終章では他のものを描いたんだ。だけどあのシーンは世界の変化を見せるものだ。背景だけを描くというのはとても怪しいところは何もなかったな。いや、行く秋は今確かにほころびを見せたよ。僕の挿絵は稲妻に届いてすぐに印刷。行く秋、僕たちから一つとても重要なことを聞いてもいいかい？どうしたんだい？二人とも改まって。ん？それは一体何のことだい？ゆくあき、実はオイラたち天使から聞いたんだけど、昨日までは海の天気が良くなかったみたいなんだ。だからお前がさっき言った陽光山を見たらみんな甲板に出たって話は。それに人収集権録の新刊は姿の彩り祭で発売される予定となっている。作者である僕たちですらまだサンプルをもらっていないのに。ゆくあき、お前本当は今日よりも前から稲妻に来てたんだろ？何か危ないことに遭遇して本当のことが言えないのか？いや、そうじゃない、誤解だ。やはりここ数日の睡眠不足のせいで頭が鈍ってしまっていたみたいだ。少し用事があって、確かに僕は稲妻に早めに来ていた。どう？あ、奇遇だね。君たちもここにいたのかい？俺、金曜野郎じゃないか。ここに天守秘蔵の長年熟成したお酒があるって聞いて飲みに。ふん、そんなどうでもいいことだろうと思ったぜ。それはどうかな。実は君たちにいい知らせがあるんだ。さっき九条さらに会ったんだけど、珍州集権録を盗んだ犯人を変領奉行が捕まえたからもう心配しなくていいって言ってたよ。珍州集権録を盗んだ犯人だって？あれれ、もしかして僕言っちゃいけないこと言っちゃった？まずい。天領奉行が捕まえた犯人というのはもしかして。名前までは言ってなかったけど、九条さらがその人を花見坂まで連れて行くのを見たよ。みんな悪いけど説明している暇はない。早く小野寺さんを救出しに行かないと。注文なら言ってちょうだい。小野寺さんは無実だ。そちらは珍集集権録の作者のようだな。他の者まで一緒に来るとは思わなかったが。とにかく連れて行かないでくれ。まずは話を聞いて。陳玉先生、ご心配なく。実はさっき九条様に全ての事情を話しました。そうだ、ちょうどここを去るところだった。はあ、よかった。いや、よくない。それってここにいるものは正確に言えば犯人逃亡を防ぐために配備していたもう二小隊の人員もな。なんだか行く秋がショックを受けてるみたいだけど。
恥ずかしい限りだけど、大勢の者に知られてしまった今、実際この件が僕の責任であることに変わりはない。いえ、陳玉先生、この件は全て私の責任です。皆さん、私から説明いたしましょう。今回の姿の彩り祭で、私は作者のサイン入り新刊を売り出すアイデアを考えました。これは私が八重堂に入ってから初めて任せられた大型企画です。それに八重様からも絶大な支持を受けていました。ですが、作者の先生方と相談する前に企画内容を提案してしまう。率直に言えば、僕は書道が得意でなく、サイン関連の企画には向いていないということだ。陳玉先生はとても困っていましたが、この企画が私にとってとても重要だと知ると、すぐに船で稲妻に来てくれたのです。ここ数日、先生はひたすら字を書く練習をされていました。ですが、一冊のサインにかかる時間は長く、そこで考えたんです。新刊を倉庫から私の家に運べば、発売までの期間を使って先生にサインしていただけると。完璧な計画だと思ったのですが、まさかこんなすぐに気づかれてしまうとは。それに加えて、私もここ数日ちょうど休みをいただいていたので、先生と一緒に家にいたんです。はあ、私はこの企画を通して自分の実力を証明したいと思っていましたが。小野寺さん、僕も似たようなものだ。読者に字が汚いことを知られたくないという理由から。それにそもそも小野寺さんは僕の以前のサインに惑わされてしまったんだ。以前八重堂でのイベントで契約作者の直筆サインが展示されたことがあってね。当時の僕は丸一日かけてようやく形と流れが整ったけど、今考えてみると、見栄を張って建前のためのサインを書いたことは。まあまあ、二人ともそんなしょんぼりしないで。窃盗事件が誤解だって分かってよかったじゃないか。そうだぞ、行く秋と小説が無事だって分かっただけで十分だ。小野寺さん、小説紛失の件の真相についてはやはり離島にいる他の皆さんにも。分かりました、私から皆さんに謝罪してまいります。じゃあオイラたちも離島に戻ろう。おや、小野寺さん、どうしてここへ。ここ最近。本当にすみません。はあ、まったくあなたはどうしてもっと早くそれを言わなかったのですか。みんな知っていれば一緒に方法を考えてあげられたはずです。そうよ、みんなで一つのチームなんだから。困った時はお互い様でしょ。まあ今はそれよりも陳玉先生のサインについて解決する方が重要です。先生、そちらの進捗はどのような状況でしょう。実はあまり楽観的ではいられない。ここ数日夜通しで作業して、よっ通りでずっと行く秋は眠たそうにしてたんだな。わかりました。村田さん、後で八重堂に戻って新谷さんを呼び、遊亭2階の部屋を貸し切ってください。陳玉先生の書道特訓用に使います。はい主任。実は私の兄が書道家なんですが、兄を呼んできてご指導を手伝わせましょうか。それは願ったり叶ったりです。それを聞いて私も一つ思い出しました。今日はリーユエから書道家の先生が二人いらっしゃる予定です。なんだか大変なことになりそうな予感が。陳玉先生、ご心配なく。先生ならきっとできます。以前も1週間だけで小説の最終章を書いたじゃないですか。小説と書道は全く別物だ。結局行く秋はしばらくサインから逃げられなさそうだけど。以前は僕も一人で研究拠点にいるのが好きだった。だけど今は他の人も一緒になって問題を解決するのも。重要な情報を提供してくれた
謎の人物にも感謝しないとね。それって五箇仙物語を残したやつのことか。君たち何の話だい。そっか、行く秋にはまだこのことを話してなかったな。なるほど。となると僕と小野寺さんが小説を運んでいたところを、アルベド、君に一つ頼みたいんだが、僕も君の絵に入れてくれないか。今日の件が何とか解決できたのはあの物語のおかげだ。それにこの教訓をより深く覚えておきたいんだ。ああ、いいよ。肖像画の統一性を考えてもそれが一番道理にかなっているからね。その影こそ葵の大きな、全ては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の大きなはやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか。ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。アルベドって本当にすごいよな。葵の大きなの肖像画をもう完成させるなんて。行く秋は武勇亭で特訓してるみたいだけど、一体どうなったんだろうな。なあ、おーい、物語を書いた人、近くにいるのか。行く秋はオイラたちの友達で、今回の新刊即売会は行く秋にとってすごく。お、何の音だ。猫か。うん、もう遅くなってきたし、オイラたちも帰って休もうぜ。明日の朝また港口で船を迎えなきゃいけないしな。そろそろ花場に行く時間だぜ。行こう。到着時刻表には船が止まる、一人って書いてあるけど、もしかして今日の客人は一人だけってことなのか。旅人にパイモン、元気にしていたでござるか。姿の彩り祭には道案内の者がいると聞いたが。オイラたちもまさかカズハが姿の彩り祭の客人として。実を言うと、招待状をもらった時は拙者も不思議に思った。しかし長く外をさすらっていたゆえ。カズハ、さっき遠くからお前を見かけた時、何か探してるみたいだったけど。先ほど皆と共に船を降りた時、突然近くにとても軽い足音を聞いたのでござる。あれは決して一般乗客の足音ではなかった。しかし拙者が振り返った時、そのものはすでに消えており、相手の姿は見えなかったが、足元に奇怪な紙切れを見つけたのでござる。その紙ってもしかして詩が書かれていたか。おや、どうしてそのことを。よもやそのようなことが起きていたとは。うむ、もちろんでござるよ。この前見た葵の大きなの詩では、最後に赤人のことが書いてあったけど、やっぱり、つまり赤
人は赤色の印象を使うのが好きだったからこの画号になった。なんていうか今回の物語はなんだか不吉だな。拙者は別に良くない物語だとは思わないでござるよ。拙者もかつては幕府の指名手配人であった。この物語の赤人は悪いことをやったんだから将軍に追放されたのは自業自得だ。お前はどう思うんだ？うむ、先ほど署名を書くのが遅いことを悩んでいる友人がリーユエと稲妻においては確かに印象は署名に相当すると言われている。これは良い方法になるやもしれぬな。船で海を渡っていた頃暇つぶしに彫刻などをしていたでござる。もしも印象を作るのであれば。おお、やったな。じゃあ早速アルベドに相談しに行こうぜ。やはり五河川の物語はまた現れたか。印象、ふん、そ、確かに効率の高そうな方法だね。それなら行く秋は筆跡の問題に悩まなくて済む。行く秋は以前すでにサインを読者に公開したことがある。もし今回の新刊で印象を使えば誠意が足りないと思われてしまうんじゃないかな。僕にもう一つ考えがある。もちろん印象もそのうちの一部だ。今さあ頑張ってください。陳玉先生、今日書かれた字は目まぐるしい進歩を遂げています。うぅ、ダメだ、もう腕が上がらない。こうなることが分かっていれば今までも書道の授業で小説を読んだりしなかったのに。先ほど10分も休憩したところですよ。もう少し頑張ってください。主任、さすが我々の中で最も恐ろしい原稿催促をする。ええ、道理で八重様は面倒な作者に対していつも最後には主任を。恐ろしいぜ。ちょっと見ない間に行く秋がまるで魂の抜け殻みたいな感じになっちゃって。編集主任、実は先ほどいい方法を見つけたんだ。リーユエと稲妻では印象が広く使われていて一般的にサインと同等のものとして扱われる。この考えを応用すればサインをより簡単にすることができるはずだ。もちろん印象だけでは不十分だ。だから2つの要素でサインを構成するのはどうだい？まずは個人の印象。これは陳玉先生のサインを模型にして作る。同時に僕が陳玉先生に美しくかつ書きやすいものをデザインする。先生はそれぞれの小説にそのデザインを書くだけでいい。そうですね。ええ、この方法なら問題ないでしょう。作者の直筆も入っていますし、見た目も間違いなく良いものになりそうです。本当か？つまり、僕は。主任、思ったんですが、
以前現場でのサイン販売を諦めたのって作家先生のサインに時間がかかってしまうことを考慮したからですが、この形でのサインなら現場でサイン販売ができるんじゃないでしょうか。それに全ての作家先生がこの形を採用すれば新玉先生のサインだけが浮いてしまうという事態も防げるはずです。ああ、君たちさえ良ければ僕も喜んで他の作家先生にサインをデザインしよう。印象の彫刻は拙者に任せるでござる。それでは今から新刊即売会に出席される他の2名の作家先生に白亜先生にサインを作っていただけるなんて光栄です。俺の失明は複雑だからサイン販売には向かなかったんだ。これでやっと夢が叶う。よかった、みんなこの案に賛同してくれたみたいだな。何日にもわたって新玉先生にはご苦労をおかけしてしまい本当に申し訳ございません。すでにサインの終わった小説については今後八重堂のイベントで特別特典として使わせていただきますね。これでやっと解決ですね。みんなのおかげで僕も小野寺さんも苦境から抜け出すことができたよ。やっと自由になれたな。外に行って新鮮な空気でも吸ってこいよ。まだ時間があるけど、これからどうするんだ？皆さん、ここにいらしたのですね。あれ、彩香と幻影やろうじゃないか。実は先ほど、姿の彩り祭会場で開かれる生け花稽古場の手配をしていたのですが、その時、こちらの幻影詩人の方がそばにいらっしゃって、ここ数日似たようなものを他にも見つけているのだと聞き。でもこのお嬢さんが見つけた紙切れは僕たちが前に見つけたものとちょっと違うん。こちらです、ご覧ください。今までのは詩の長さもみんな同じくらいだったのに、今度の短い二言だけど、タイトルの横に書かれているわけでもなければ紙の真ん中に書かれているというわけでもない。この字の配置はまるでこの二言以外に紙にはまだ他の内容があると告げているようだね。この詩を言葉通りに解釈すると、紙を水に入れれば真実がおのずと浮かび上がる。それで一つ思い出したんだけど、僕の家には古代の不思議な話をまとめた古い書籍があるんだ。その本によると水…じゃあ試してみる？ちょうどこの近くに池があるみたいだよ。言われていた歌の筆跡が溶け出していった。印刷技術がまだ発達していなかった過去の時代では、手書きの文字は湿気によって簡単に滲んでしまうものでした。ですので文字を長く保つため特殊な墨汁で書くか、書いた後に防水の塗料を塗っていたんです。特製の墨汁は作るのが大変でしたし、塗料の方も楽な方法ではありませんでした。それでも赤人の歌集は
将軍様へ献上するための重要なものですから、きっと2つの方法のうちどちらかを使っていたのでしょう。しかしその盗作だと言われていた歌には赤人の印象がなかっただけでなく、水にさらされた時の状態も、もともと、じゃあ赤人は悪いことをしてないのに誰かに陥れられたってことか。ああ、これこそが墨染めの物語が僕たちに伝えたかった真実だろうね。悲しい物語だったけど、おかげで赤人と墨染めの絵の内容が決まった。カズハ、それに綾香、モデルになってくれる気はないかい？もちろん構いません。拙者も良いでござるよ。よし、じゃあこれで一気に2枚の肖像画が描けるな。うん、それに4つの物語が集まった。五河川の物語もこれでやっと完成だね。今は昔、稲妻に5人の歌人ありけり、世の人は五河川と。ある年、水行が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水行は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水行ににじり寄るはある影なり蹴り。その影こそ葵の翁、すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の翁はやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。赤人はかつて五河川の一人、名の赤は歌に朱印を残すことより来たり、かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり、赤人は咎により追い放され、河川五人は四人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に未朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり、通りがかりし葵の翁な古き友を思い出し、目に移りしことを歌に詠む。後に水行が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。読んでからずっと気になってたことがあるんだ。五河川の物語ってもう一人黒主ってやつがいただろ。でも五河川の物語はそいつが一切出てない状態で終わったってことだよな。まさか君は気づいてなかったの？おい銀を野郎、笑いすぎだぞ。パイモン、実は今までの4つの詩に黒主の物語はすでに含まれていたんだ。え、そうなのか。この物語の要は、墨染めが歌集を洗うのを見た後、葵の翁が読んだ歌にあるんだよ。少女が小川で赤人の歌集を洗うシーンは、普通の人からしたら全くわけのわからない光景さ。それは葵の翁にとっても同じことで、彼は墨染めの行動を理解できなかった。その情景を見ても、ただ昔の友人を思い出した。でも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろ。彼だけは不安を感じていた。もしもこの歌が将軍の目に触れれば、
赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれない。だから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強硬手段に出たのさ。じゃあ葵の翁を脅したやつが赤人を陥れた犯人なのか。うえ、そいつが黒主だって。そう、この詩集は4編しかないけど、ちゃんと五河川の物語について語って。詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし、残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物。お前たちに説明されてオイラもやっとわかったぞ。だけど僕は今別のことに。五河川の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろう。だったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな。現実の黒主？そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけど。カズハ？確かにさっきからずっとだんまりだよな。カズハに聞いてみようぜ。カズハ、どうかしたのか？さっきからずっとこの真っ白な画布の前に立ってるけど。すまない、これは僕たちの勝手な予測だけど、もしかして五河川物語が君に何か思い起こさせたかい？確かに先ほどいくつか思い当たる節があったが、拙者の家系にある古い話のことなのでござる。無論皆に話してもよいが、これ以上皆を煩わせたくはない。カズハ、オイラたちはお前の友達なんだ。楓原さん、失礼ですが、そのことはもしかして雷電五花伝と関係することでしょうか？雷電五花伝？なんだそれ。どうやら拙者も綾香殿も同じことを考えていたようでござる。これはシャブ行とも関係のあること。綾香殿、皆に話してもよいだろうか？ここにいらっしゃるのは皆さん信頼できる方々です。ですが説明が難しいことですので、まずは私から雷電五花伝についてお話ししましょう。皆さんも知っての通り、シャブ業は祭祀活動や文化の伝承を管理しています。雷電五花伝とはかつて稲妻の最上位にあった5つの鍛造流派なのです。この5つの家系は刀鍛冶の名家でありながら、シャブ業においても重要な官職についていました。しかし残念ながら雷電五花伝において現在に至って受け継がれているのは雨の間流のみ。そして一神殿は技法は失われてしまったものの、その楓原家こそが一神流派の末裔なのです。カズハの家が身分の高い武家だっていうのは知ってたけど、まさかシャブ業や刀鍛冶とも関係してたなんてな。うむ、されど遥か昔のことに過ぎぬ。一神殿は拙者の曽祖父の代にはすでに。曽祖父の無為無策に祖父は不満を抱えていたようでござる。家業を再興させる方法を探るべく若い頃にテイワットを旅したそうだが、それも失敗に終わった。そして拙者の代には唯一残っていた屋敷までもがなくなってしまったのでござる。以前お兄様から聞いたことがございます。雷電五花伝の没落はとても早く、わずか数十年のうちにそのうちの三家が数々の不幸に見舞われ、このように言うものもございます。あれらの不幸はすべて雷電五花伝を断絶するためにだ。とはいえ雷電五花伝が完全に消失したというわけではありませんでしたので、このような意見も
結局はただの噂とされました。うん、拙者もずっとそのように思っていた。しかし拙者は曽祖父が若い頃に経験したあるその一件は、拙者たち楓原一族だけでなく上里家のしゃぶ業における小さいも揺るがしかねぬものであった。五花仙物語はまるであの一件の真相を暗示しているように思えたのでござる。カズハ、あの一件って当時何が起きたんだよ。あの一件の確証を得るためにはまだ詳しく調査する必要がある。明日の昼またここで落ち合うのはどうであろうか。その時拙者の知る全てをお主らに話そう。ズレズレなままに。
盤石。カズハのやつ、今日は五花線広場でオイラたちを待ってるって言ってたよな。早く来たか。これで揃ったでござるな。昨夜かつて拙者の家に仕えていた古い使用人を訪ね、当時の経緯を聞いてきたでござる。一神殿が拙者の曽祖父の代にあった頃、とある古い鍛造図を用いて重要な御神刀を鍛造するよう命じられた。経験豊富な刀工たちが鍛造したにもかかわらず、その工程は困難を極め、でき期限は目の前であるのに刀が完成しない。担当の刀工たちは罪に問われることを恐れて、楓原家とシャブ業は調査を行い、曽祖父と上里家当主もやっとのことで海辺にいる刀工たちを見つけたが、しかし刀工たちの激しい抵抗に遭い、結局は逃亡を阻止できなかった。楓原家は傘下の刀工たちの離反を許すこととなったために厳しく罰せられ、それ以来没落していったのでござる。そればかりか、当時の上里家当主も脱走者に傷を負わされ、高齢も相まって間もなく亡くなった。はい、あまりに突然な当主の逝去により、上里家はしばらくの間指導者不在の危機に陥りました。この事件の影響は計り知れず、私の父が当主になった頃もなお、上里家は当初の名声を取り戻せていませんでした。幸い今はお兄様のおかげで良くなってきています。当時の鍛造失敗は最終的に技術不足と結論付けられた。楓原家もシャブ業もずっとそう思っていたのだ。しかし五花線物語は技術ではなく鍛造図の改ざんが鍛造失敗を引き起こしたと示唆していたのでござる。綾香殿、鍛造が失敗に終わった後、その鍛造図は茶奉行が保存していると拙者は聞いたのでござるが、一つ頼んでもよいだろうか。わかりました。帰って鍛造図をお探しします。後ほど上里屋敷にてお会いしましょう。皆さん、当時の鍛造図が見つかりました。うん、よく保存されているけど、少なくとも300年から400年の歴史があるみたいだね。こんな古い鍛造図から改ざんされた証拠なんて見つかるのか？ここまで来たんだから、うん
運に任せて試してみるしかないでしょ。はっきりとした変化はないけど、それでもいくつかの字がかすれているのがわかる。カズハ、この鍛造図は確かに改ざんされたものだよ。当時誰かが楓原家を陥れようとしたのだろう。この真相を知るには、実は祖父が若かった頃、何度も曽祖父に一神殿の再興を申し出たが、その度曽祖父に力をわきまえておらぬと叱責を受けていたらしい。使用人の話では、曽祖父はしゃぶ行まで出向き、この鍛造図を祖父に見せて刀を鍛造させるように上里家当主に頼んだこともあったようでござる。そして何の疑問も抱かずに祖父は失敗した。曽祖父曰く、その中の秘密に気づけぬのであれば一神殿の消滅も当然のこと。その言葉を聞いて祖父は感情のままに稲妻を離れたのでござる。今思えば、あの曽祖父と祖父の争いは、カズハ、あなたのひいおじい様である楓原義則公は若い頃とても勤勉だったそうですね。しかしある時を境に鍛造技法に取り組むのをやめたと。カズハ、君の曽祖父が当時言っていた言葉は、本当にその中の秘密に気づけぬのであれば。うむ、これらの言葉は全て直接耳にしたからはっきりと覚えている。しかも当時の祖父は怒りに任せて曽祖父が大切にしていた盆栽すらも投げて壊したと聞いたでござる。どうやら君も僕の言いたいことが分かったようだね、カズハ。もし君の曽祖父が一神殿の技術不足が原因だと考えていたなら、息子の失敗を見て能力が足りないといった類のことを言うはずだろ。しかし彼は、その中の秘密に気づけぬのであればと言った。おかしいとは思わないかい？お主が言いたいのは、曽祖父は失敗が誰かの妨害によるものだととっくに知っていた。今ある証拠から見るとその可能性は大いにあると思う。みな、一度天領奉行へついてきてはくれぬか。以前拙者が指名手配されてから屋敷の中で残っていた最後の古い奥者も天領奉行に差し押さえられたのだ。そこにはそれらのものが今どこにあるのか聞きに行こうと思う。もし見つかれば何か手がかりになるやもしれない。じゃあすぐに出発しようぜ。どうしてお前たちがここにいる？離島で何かあったのか？九条サラ、拙者を覚えておるか？覚えている。楓原和葉だな。メガリレーの発令中は指名手配されていたが、今はもう撤回されている。サラ、一つ聞きたいんだけど、和葉の家が天領奉行に差し押さえられた時に中にあったものたちは今と当時押収したものは奉行所の隣にある倉庫に保管されている。だが楓原が稲妻に戻った今、確かに本来の持ち主に返すべきだな。誤解でござる。拙者たちが来たのは物を取り戻すためではないのだ。わかった。私から奉行所にお前たちを倉庫へ連れて行かせるよう連絡しよう。楓原、メガリレーの時は
九条空、あれはすでに過去のこと。言う必要はない。お主に自らの信念と苦衷があったことは一つ頼まれてはくれぬか。ああ、聞こう。拙者は今さら稲妻に戻って生活する気はない。家にあったものたちは拙者にとって無意味なものでござる。九条さら、お主の真偽を信じて頼みたい。拙者たちが調査を終えたら、あれらのものを代わりに処理してほしいのだ。承知した。私が責任を持って処理しよう。安心さ。皆さん、楓原家の物品を調査しにいらしたのですよね。九条様からすでにお話は聞いております。楓原家の物品はすべてこの倉庫の中です。空間をうまく使うために少し散らばって置かれていますが、ご容赦ください。ですが物品にはすべて表記をつけておりますので、簡単に見つかるはずです。私は入り口で待っていますので、何かあればお申し付けください。和葉殿、散らばって置かれているのなら手分けして手がかりを探すのはどうだろうか。うむ、よろしく頼む。あ、あなたでしたか。今この刀鍛冶を調べています。楓原家って刀鍛冶の名家なんだろ。この刀もすごく価値のあるものじゃないか。いえ、刀鍛冶には確かに上質な木材が使われていますが、上に置かれているのはごく普通の刀です。この刀には刃がございませんが、刀の柄には使われていた跡がかなり残っています。どりどり。あ、鞘にくねくねの字が書かれてるぞ。はあ、ずー、カズハの小さい頃の姿が目に浮かぶようだぜ。私は近くにある他のものを調べてまいります。君たちか。こっちはまだ手がかりになるようなものは見つけられていないよ。そっか。でもこの屏風、結構年季が入ったものみたいだ。そうだね。保存状態が良ければ高値で売れていたかもしれない。だけどこの状態ではもう無理だろう。さっき調べてみたんだけど、裏の方に広い範囲で土の塊が生地の繊維にこびりついていたんだ。布にこれだけしっかりくっついていることからすると、よほど強い力で土が張り付いたんだろうね。もしかするとカズハの祖父が投げつけた盆栽がこの屏風に当たったんじゃないかな。これは僕たちの見つけたいものじゃないからね。少し考えさせてくれ。情報を残したければ僕なら絶対にもっと特殊なものに残すはず。アルベドは考え込んでるみたいだな。今は邪魔しないでおこうぜ。ゆくあき、何か見つけたか？うん、古い書籍をいくつか見つけた。鋼鉄の精錬に関するものや刀の鍛造工程に関するもの、そして植物や生け花について書かれたものもある。植物や生け花の本はきっとカズハのひいおじいちゃんのものだな。さっきざっと読んでみたが、手がかりになるものは見当たらなかったな。もう少し。
ここにはあるかな。ほら、ここに瓶がたくさんあるでしょ。お酒が入ったものも一つや二つあるんじゃない。おい、みんな真面目に手伝ってるのに、お前はお酒を探してたのかよ。冗談さ。もうそろそろ真実を見つけられるというのに。だって、オイラわからないんだ。もしオイラたちが今日何も見つけられなかったら、万が一の話だぞ。カズハのことが心配なのはわかるけど、彼は君たちが想像しているよりも、彼がそのようにやるって決めたのなら覚悟の上ってことさ。今日中に答えが見つかっても見つからなくても、出てきた答え、直感っていうより年の功かな。長く生きてきた分、人を見てきた経験も多いからね。こっちは僕に任せて、君たちは他の場所を調べてみてよ。皆の者、ここにあるものを見てくれぬか。これは拙者の家に昔からあった盆栽でござる。聞いたところによると、曾祖父が残したものらしい。中にある植物はもう枯れてからだいぶ経つみたいだな。うむ、曾祖父は鍛造技法の研究をやめてから盆栽に勤しむようになった。しかしその盆栽は曾祖父が大病を患った時に、しかしそれでも曾祖父はこの枯れた盆栽だけは手放さなかった。祖父もまた最後まで和解できなかったことを悔やんでいたために、これだが、今思えば曾祖父がこれを残したのはきっと何か考えがあってのこと。そう聞いてみると、この盆栽が怪しいな。うむ、詳しく調べてみるでござるよ。見つけたぞ。でも白い紙が何枚かあるだけみたいだぞ。あ、もしかして誰かが先に気づいて中身を入れ替えちゃったのか。それはないと思うよ。これを見てくれ。紙が黄ばんでいるだろう。年季の入ったものであるのは間違いない。それは綾香殿が以前手に入れた紙のように、これも特殊な墨汁によって書かれているということで。僕も彼女と同じ考えだ。じゃあ早速試してみようぜ。奉行所の外に池がある。そこでこの紙を濡らしてみるでござるよ。カズハ、どうだ？まさか普通の紙じゃないよな。皆の予測した通り、水に濡らすと確かに文字が現れたでござる。見たところ、曾祖父からの手紙であろう。手紙には何が書かれていたんだ？うむ、曾祖父の知っている真相は全て話すつもりでござるよ。ついてきてくれぬか。楓原さん、どうして私たちを海辺まで。うむ、この海岸はかつて曾祖父と上里家当主が横暴した投稿を追って、拙者たちの推測は間違っていなかった。曾祖父は確かに鍛造失敗の真相を知っていたでござる。それどころか、この場所で楓原家と雷電五家伝を陥れた犯人を見つけたようで。手紙はこう始まる。この手紙を読む者へ。拙者楓原義則は生涯ある秘密に囚われた。
今となっては老い先短きこの命、解くと考えた末、これをもって司祭を記すことにする。あれはシャブ行の神里様と共に離反した刀工たちを追っていた時のことであった。あの時神里様が負われた傷は脱走者によるものではない。実を言えばあれは夜のことであった。手がかりを頼りに岸辺までたどり着いたものの、刀工の姿はなく、た歌舞伎者は拙者をずっと待っていたと話した。そして自らが裏で手引きし、雷電五花伝を消滅させるのだとも申した。その者の実力は到底常人がかなうものではなく、周囲の間に同行した全ての者の負が倒されてしまう。神里様も重傷を負われたが、拙者の方はというと、攻撃歌舞伎者がもう一振りしていれば拙者の命を奪えたであろう。ところが奴は拙者の顔を見ると攻撃をやめ、おごそかな声で拙者と庭の関係について問い、拙者はそれが父の旧姓であり、父が失踪した後拙者が楓原の養子になったことを告げ、歌舞伎者はそれを聞いて口をつぐんだ。長い沈黙の後、いわく彼女に告げよ、我が名は国崩しであると。そんなことがあったのか。ああ、曹祖父と上里家当主は九死に一生を得て、丹蔵図が国崩しによって改ざんされた真相を知ったのでござる。しかし上里家当主はその経験により、曹祖父が国崩しの縁者であると濡れ衣を着せられることを恐れ、自らの死に際も決して口にしないようにと曹祖父に告げていたらしい。それに犯人は雷電五花伝を滅ぼすと口にしていた。曹祖父はその者が報復に戻ってくる可能性を考え、曹祖父はこのようにも書き残していた。楓原の当主として一神殿の没落を深く恥じる。しかそうでござるな。もしも当時祖父が丹蔵図の秘密に気づけていれば、あるいは曹祖父も真相を話していたやもしれぬ。しかし残念ながら祖父は曹祖父の言葉を聞いてもなお、綾香殿は曹祖父が語ったこれらの話を知らなかったようにお見受けするが、このことについてどうか。おそらく当時の神里家当主が後の世代にも話を残さなかったのは同じ考えからのことかと思います。敵は将軍様の丹蔵図さえも改ざんすることができ、天津さえ単独で多数と戦うことも可能な人物。私も近いうちにお兄様にこのことを話し、国崩しというものの身分を調べてみます。実はこの手紙を読んだ時は心が乱れておったのだが、ようやく落ち着いたでござる。手紙には、子孫たちは復讐で盲目にならぬよう、どうか昔のことにとらわれないでほしいと、曹祖父はやるせない思いでそれを書いたのかもしれぬが、拙者からすればこれはいかにも理にかなった言葉。思うに、人にとって最も重要なものは過去ではなく今でござる。過去の重みを背負いはしても、それによって己の追い求めるものまで失ってはならぬ。それゆえ事の真相を知れただけで拙者は満足でござるよ。もちろん、もし当時の敵が未だに存在し、未だに何らかの陰謀を企んでいるのであれば、拙者が以前経験した数々の出来事から得た看護に皆真相を導き出してくれたこと。解決したことだし、離島に戻ろうぜ。
姿の彩り祭も最終段階に入るんだったよな。今日は行く秋のサイン即売会もあるし、アルベドの黒主もついに公開されるみたいだぞ。やあ旅人にパイモン。なあアルベド、最後の黒主の肖像がなんで布で隠されてるんだ？慌てることはない。少ししたら肖像画の除幕式が行われるからね。この肖像画は僕の自信作なんだ。これを完成させるため特別にある人を訪ねて貴重なアドバイスをもらったそうかい。除幕式までにはまだ時間があるから会場を回ってみるといい。わっぱたち楽しんでおるか？なんでお前たち二人が一緒にいるんだよ。それになんで今の今まで話をしてたのにオイラたちが近づいた途端にやめる？なーに、なんじらの気のせいじゃよ。僕たちはお酒のおつまみについて話していたんだ。うむ、おつまみといえば油揚げがいいと思うのじゃがな。もういいよ。たとえこの二人が何か企んでいたとしても、オイラたちには絶対教えてくれないんだろうじ。よっ。アズハ、なんでこんなところにいるんだ？海風に当たっているのでござるよ。会場の賑やかな雰囲気は小にはやはりまだ拙者を心配していたのでござる。かたじけない。しかし案ずるでない。以前皆の前で言った言葉は、ふむ、例えば目の前にあるこの見慣れた港口もかつては船が停泊するようになるなどと考えもしなかったでござろう。しかしそれが今こんなにも賑やかになっているではないか。他の国から稲妻へ来る者がいるだけでなく、渡積島との交流も増えてきている。そうだな、今の稲妻はもう昔とは全然違うよな。拙者が思うに、もしかすると拙者たち人間もこの国と同じなのかもしれぬ。費やす時間は違えど、その身に負った重荷を下ろせる時がいつか必ず来る。それを本当に下ろした時、風と共に前へ行けるのであろう。旅人さん、パイモンさん、あ、アヤト、やっとお前に会えたぜ。やるべきことが多く、なかなか抜け出せませんでした。幸い、姿の彩り祭は順調で、こたびの三奉行での協力体制もうまくいきました。私とお兄様から、お二人にお礼を申し上げます。うん。トーマ、遅いな。はい。せっかくお兄様の時間があるようですので、今日は本を買いに連れて行ってもらう約束をしたのです。しかしお兄様がお財布を家に忘れてしまったので。アヤトにもおっちょこちょいなところがあるんだなお兄様は日頃からお勤めが忙しいので、公務を離れられるのはめったにないことなんです。それゆえたまに見られるそそっかしいお兄様の姿は。
教授に剣。旅人、ファイモン、来たんだね。ああ、君たちのおかげで、とても順調に進んで、読者たちも大いに満足してくれたよ。ゆくあき、オイラの気のせいかもだけど。気のせいではないさ。恥ずかしながら、リウエから来た客がいないかと警戒。僕はあくまでも、商品の投資価値を見極めるという名目で、稲妻へ来ている。もしも僕を知る者に見られたら、幸い、今日は小説を買いに来てくれるたくさんの読者が列を作っているから。そうだ、実はアキョクも、僕がここへ来た本当の目的を知らないんだ。もし彼に会ったら、ありがとう。すまないが、まだ読者が待っているから、今はあまりゆっくり話していられないんだ。後で、黒主の肖像画の除幕式が始まったら。肖像画の除幕式の時間みたいだ。五花線広場に行ってみようぜ。皆さん、どうこそ豪華姿の彩り祭へ。姿の彩り祭は無事本日最終段階を迎えることができました。ただいまより本土からお招きした画家白亜先生による五花線最後の肖像画黒主を。緊張するなぁ。何を描いたんだろう。それではご一緒に。3、2、1。これは一体どうして背景しかないのでしょう。白亜先生に限って描き忘れはありえないでしょうし、この絵の創作理念について先生ご自身にお聞きしてみましょう。この度は五花線の肖像画を描かせていただくことになり、とても嬉しく思う。五花線は古くから稲妻に伝わる伝説の人物。かつては鹿で名を轟かせ、そしてやがて彼ら自身も作品に描かれ、数々現存する資料を見ていくうちに、これらの物語において黒主の身分は非常に多種多様なものであることが分かった。それだけでなく、個人の小説がないにもかかわらず、彼はまるで五花線物語の裏の主人公のような存在。こうは考えられないだろうか。黒主に対する考えは一人一人のクリエイターによって異なるものだと。だから僕も黒主の想像を、この場姿の彩り祭は一人一人が創作を通して心の中。さすがアルメド、ああやって説明することですぐにみんなを納得させたな。ヒヒッ、これでオイラたちの姿の彩り祭での冒険も円満に。ん？まだ何か忘れてるか？あ、そういえば五花線物語を残した人をオイラたちまだ探し出せてない。本当か？早くオイラに聞かせてくれ。うんうん、そうだよな。じゃないと毎回うまい具合に紙を渡したりできない。そうだな。物語は行く秋のことについてだったけど、本当の目的はおい、は、わかったぞ。物語を残したのはきっとあいつだ。よし、早速真相を解明しに行こうぜ。五花線物語を残したもの。言って、え、こういうことが好きなやつって言えば。じゃがわらわまでたどり着いたということは、真実わらわでないならばもうあやつしかおらぬじゃろ。
五花仙物語を残したお方がこのような方法を選んだのは、何せ真相を直接伝える方がはるかに容易ですから。五花仙物語を残した人ね。確かに僕はその人の正体を知ってるよ。でも事の事情は君たちが思っているよりも。実を言うと、黒主の肖像画を描く前に五花仙物語を残した人を訪ねて、やはり今あるこの肖像画の描き方が一番合っていると思う。五花仙物語を残したのってやっぱりお前だったのか。ひどいぞ。みんな知ってる仲なのにオイラたちをいじくり回すなんて。実は本日ここへ来たのはあなた方に事の次第を説明するためだったのです。どう説明するか聞いてやろうじゃないか。まず事の発端はとある偶然でした。ある日の夜、八重様が行明さんと編集さんが本を運んでいるのを見かけたのです。面白いと思われた八重様は、え、きっかけは巫女だったのか。確かに巫女がやりそうなことだ。ええ、ですがその後五花仙物語を通して情報を与え、あ、そのような方法を取ったのはやむを得ないことだったのです。以前あることをきっかけにして、楓原義則が残した盆栽の中に白紙の紙切れが隠されているのを発見しました。それがただの紙切れでないことは分かっていましたが、紙の秘密を解き明かすのには時間がかかりました。そう、水に楓原義則が手紙に残したことは、上里家や楓原家の末裔たち、そして何を、楓原一族はかつて上里家の配下にあったのに、私の先祖は当時彼らを守ることができなかった。彼には真相を知る権利がありますが、しかし秘密に触れることは危険と隣り合わせでもある。私はもちろん私の知った真相を言葉で彼に伝えることもできました。ですがもし彼に知る意思がなかった場合、それに相応の能力がなければ真実は見つけられない。もしその程度なのであれば、楓原義則もこれを考慮してこのような方法で情報を残したのでしょう。しばらくの間私はこのことをどう伝えるべきか悩んでおりました。なるほど。あ、そうだぞ、カズハだけじゃなくてオイラたちまでお前のやはりあなたの目はごまかせませんね。私はこの一件があなた方にとっても価値のあるものであると、そしてそれ以上にカズハと綾香が真相を見つけた時、彼らのそばに信頼できる友がいてほしかったのです。それらの友は冷静な判断ができるよう守ってくれる人々であり、困難に遭遇した時に手を差し伸べてくれる存在でもある。それに将来あなた方も同じ敵に直面するかもしれませんので、もう心の中に答えがあるのではないですか。それにこの答えはあの黒主の肖像画に隠されていますよ。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かり。もう夜遅いし
周りに誰もいなくなったな。アヤトが言った何度も使った方法って水をかけることだよな。あ、これ太陽だ。まさかとは思ったけど、こいつが当時の黒幕だったのか。肖像画の近くに人がいなくなったら、ご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も。最後にもう一つ話しておきたいことがござ先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。あれは将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条さらにこう伝えました。当分の間、そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが倉庫に忍び込み。まさかそいつもあれを探して。そのものを少し泳がせましたが、結局何も見つけられなかったようで。なんで捕まえなかったんだ。秘密を守る一番いい方法は秘密がないふりをすることだと思いませんか。そのものが稲妻を離れた後に私も本格的に楓原家の物品を調査しました。すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。さて、最後楓原義則が書き記した経験の中でどの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか。この問題に関しては私もまだ答えが出せていません。今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。